夕張型護衛艦は海上自衛隊の護衛艦の環境。先行する石狩りを発展させた護衛艦として昭和54年度及び55年度計画で一隻ずつが建造された。建造単価は166億円。海上自衛隊では従来の苦戦艇の代替として第三次防衛力整備計画で検討した沿岸警備艦の計画をさらに発展させ、 ポスト四次某の昭和52年度計画で石狩を建造した。しかし52ではあまりに小型で余裕が乏しく、また線形にも禁する高天下での行動力の不足も問題となった。当初計画では引退する苦戦艇の代替として同系艦をさらに建造する予定だったが、同艦の収益以前の時点で続く昭和54年度での建造艦は、 線形を若干拡大した、順道景観とされることになった。これが本型である。蒸気の経緯より、基本設計は52での発展型となっている。基本計画番号は E111。中央線道型という線形は踏襲され、外見上も告示するが、基準排水量を約200トン、全長で6メートル延長し、全幅及び深さも若干増大した。 これに伴い、CIC を含む戦闘区画や居住区の床面積が増大するとともに、倉庫も増設されて、生活、居住環境は改善された。また燃料タンクも大型化され、燃料搭載量が約35%増大したことで、航続距離の延伸にもつながった。期間は52でと、同構成であり、三菱重工業 6DRV35-44。 ディーゼルエンジンと、川崎、ロールスロイスオリンパス TM3 バイトがスタービンエンジンによる、コドック方式とされた。装備は52での構成が踏襲され、レーダーとしては、対空警戒、対水上捜索療用のオプス -28 から1、ソナーとしては S S、SQS-36D を、ハルドームに収容して搭載し、環境展開上に、 オックス -1 赤外線暗視装置を搭載した。また電子戦支援装備としては、ノルア -6B 電波探知装置と、オルア -9B ミサイル警報装置が搭載された。兵装も同様で、艦首艦板には62口径7 6ト、mm、ル単装速射砲、線導艦板前端部には3 7 5ト、mm、ル4連装対戦ロケット砲、 先導艦艦中部には324立方ミリメートル連装単魚雷発射艦、そして艦尾艦艦にはハープーン艦隊艦ミサイルを搭載した。股間防空能力強化のため延長された先導艦艦後端部に高性能20ミリメートル機関砲を後日装備する計画もあったが実現しなかった。52での発展型として建造されたものの、 本型もなお過小との評価を受け、同警官の建造は、昭和五十五年度計画の優別で打ち切られた。その後、五十六中業の昭和五十八年度計画では、椅子型や畜語型の更新用として、本型を発展させた千六百トン型三隻の建造が検討された。この五十八ででは、水中放射雑音低減などの試し機関を、コドック方式から、 オリンパス TM3 バイトのみによる構成に変更するとともに、両波成功場のため、船型を挑戦主導型に改正していたが、同年度は旗、風型2番艦、島風や、朝霧型など大型護衛艦の予算要求があったこともあって、大倉省の査定落ちとなった。その後も、検討と交渉が重ねられた結果、計画は十一中規模に持ち越されて、 設計、装備ともに刷新した2000トン型に結実することになる。ありがとうございます。